ピカピカ。やっぱ夜は寒い。夜は寒いですね。そうなんですよ。元気ない？いや、普通です。結構普通ですね。テンション低めなんですよ。確かに眠たい。うん。まあ眠たいね。確かに。落ち着いてる。リラックスモード。だね。リラックスモード。足がな。ちょっと。ちょいバキヤンです。ちょいバキヤン。そんな、まあ今日リハーサルあったけど、そんなに、そんな、そんなバキバキになるほどではなかった。何かねー。まあでもそうだ、うん、だと思うけどね。今日はね、早めに寝ようと思います。最近さ、なんかさ、腹筋痛いんだよね。腹筋というか、みぞおちというか、ふとした時にさ、みぞおち痛くなるんだよ。なんやろ。最近
校3日4日ぐらい、でも溝落ちの筋肉らへんなんですよ。なんかほんとふとした時にね、なるんですよ。いや、ふとした時に一瞬そうなんですよ。なんでしょうか。腹筋が鍛えられてるんですかね。知らぬ間に。最近確かにお腹が痛くなるほど笑ってないな。お腹痛くなるほど笑ってる？気にしてるのかな。ないですか。胃炎ですか。胃炎って、胃炎だったら多分、胃炎になったら絶対さ、あ、これは胃炎になりましたねって分かりそう。胃もたれ？これおかしいってわかるはずよ。いつもと違うなって。胃がしんどい時は溝落ちの下。そうかも、溝落ちの下ぐらい。これいいやん、いいなんか。胃が悪いんかい？もしかして胃カメラしたくありません？最近たくさん、確かに最近たくさん食べてます。食べ過ぎてます。食べ過ぎてますね。一日一瞬ぐらい、急にちょっとなんかピキみたいな、ちょっとピキるんよお腹が。え、そう、私は筋肉と思ってたんだけど、体幹の体幹の筋肉。気にせんでいいか。Ha ha ha.
ちゃくちゃ気にせんでいいことをさ、こんなにさ事細かく説明してんの面白い。どっちかっていうと左側のほんと溝落ちの横ぐらいピキります。心臓？肋骨？心臓ってここら辺？心臓は上の方。なんか動いてるよね。今は全然ピキってないよ。例えばね、なんだろうな、なんか物落として拾った時とかピキって。神経痛骨が折れてる。いやもう骨折れとったらもう動けんやろ。あ、そう、背中ではない。これなんて読む？いや全然息できる痛さ。胸折れてたら話せん。へそではないね。そうなんよね。肋骨のひびくらいだとピキるよ。肋骨にひび入ってたらどうなるの？へその上。いつから？3日前ぐらいに、1日に一瞬ぐらいはピキる。肋骨ってどこ？なんかさ、聞き方ささっきからなんか聞き方おもろい。ちょっと待って、肋骨ってどこ？神経痛ってなんだっけ？ここか。肋骨めっちゃある。びっくりした。でも多分だけど、胸骨かもしれん。なんか場所的に、どうだろう、肋骨なのかな。
あ、肋骨かもしれん。てかお腹、さっきからずっとお腹触ってるからさ、お腹鳴りそう。やっぱりなんか体幹痛くなる時の痛み、鳴らしておもろい鳴らして、あ、そうそう、インナーマッスル、そう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 、インナーマッスル鍛えたねっていう時ぐらいの痛さ。でも3日もかからんのよね、毎回。そうそうそう、インナーマッスル、なんか多分だけど腹筋100回したら痛くなりそうなところ、心当たりないですね。心当たりがあるとしたら結構毎日ご飯をいっぱい食べてる。でもご飯いっぱい食べると言ってもさ、なんだろう、でもみんなも毎日ご飯いっぱい食べるでしょ。だろうな、本当。ここってわかるんだけど、なんて言ったらいいかわかんない。見せません。水落ちってどこだ？水落ちとは？あ、お、まさに水落ちや。やばい、まさに水落ちや。まさに水落ち、すごい。水落ち押してさ、痛い？痛くない？押したら痛い。あ、もう普通に押したら痛いよね。急所、人間の急所。全員痛い、もう全員痛いね。あ、食べ過ぎって書いてあるんだけど。胃の痛み、あ、胃の痛みか。胃の痛み。ストレス？え、怖っ。水落ちがキリキリ痛む。キリキリね、キリキリではないよね。
すでに胃が張ってる。え、絶対それはストレスやん。あ、ピキるのは神経痛なんだね。神経痛ってストレスよね。でもさ、なんか急になんかおかしいなと思って調べたら毎回ストレスなんだよね。そういうもの。ただの食べ過ぎ。結局さ、なんか原因はさ、ストレスって書いておけば、うん、あ、そうなんだってなるもん。結局ストレスと言われてしまったらもう、あ、そっかってなる。そうそうそう、あ、そっかってもうさ、形になってないじゃん。レントゲンとかにも映らんし。そうそうそうね。しかも思い当たる節もさ、多分結構みんなあるやんもしかしてこれかなみたいな。あーって、え、ない？ない？え、気づかんパターンもあるよ、でも。そう。気づかんパターンもあり。そうそうそう。嫌と思ってなくても。なんか不調になって嫌やったんかなってなるときある。確かに確かに。でもね、すべてを解決するのはやっぱ睡眠だね。睡眠と、あと自分のことをたくさん甘えさせることや。そう。でも最近ってソウルジェムはそんな濁ってない。私のソウルジェム。全然みんなのおかげで濁ってない。昨日だっけ、昨日もね、コメント見たんですよ。みんなの、皆様のコメント見たら、浄化しました。インスタのコメントとか、寝る前にねちゃんと見たんですよ。昨日配信した時に寝る前に見るからって言って、本当に寝る前に見たらすごい浄化されて、なんかめっちゃいい気分で寝れました。そんな効果があるんよ。すごいんよ。すごいんよ。何時間寝た？何時間寝たかな。わかんない。
強化された。あ、あれ投稿された、ファンクラブの。みぞおちか、1週間前ぐらい、いつだっけな、いつだったかな、見た？寝る前に見るのっていいよね、なんか。そうなんよ。ね、1週間前ぐらい。だよよんよよよん。日々やん。あら、日々やん3月下旬が投稿されてない。言ってみよう。え、待って、おかしい、おかしいぞ、おかしい、おかしいぞ。3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。全然違う自撮り送ってた。あー面白い。そう、なんかブログ送るときにマネージャーさんに文送って、でまとめて画像も10枚以上送るんですよ。そしたら私が送った画像の真ん中ら辺に私が最近撮ったなんか自撮りが4枚ぐらい関係ないやつが送られてた。今気づいた。恥ずかしい。全然関係ない、全然関係ない自撮り。しかも消せない、もう送信取り消しできない。1週間前のやつだから、やばい、面白すぎる。しかもなんかジャージ着て、ジャージ着てなんか決めてるからさらに恥ずかしい。めちゃくちゃジャージ着て決めてるん、
決めてるんだけど恥ずかしすぎてやばい。よかった、気づけて、気づけてっていうか、なんかいつも何日何々しましたで画像とかだから、何日何々しましたジャージュの字割り意味わからん意味わからんことになるとかやった、危ない本当にあー危ない何々食べましたね、よかった、危ない、危ないというかもう危なくないし、もうもう手遅れだけどねキメキメで撮った、あのまた送りますね、見えるで。ジャージ着たいの最近、面白い、危ないね危ないな、そうそう、ちゃんとちゃんとね決めたんで送りますよ。いや、間違えたことないと思う今まで。誤字は過去に2回ぐらいあった。めっちゃ戸惑っちゃった。でもこの5年間5年間4年4年間か5年間4年間ぐらいで、うん、そう2回ぐらいだからめっちゃ少ないと思うね。そこしは1回はなんだろう、めっちゃ眠すぎて寝ぼけて送ったんですよ、寝ぼけたまま。それが1回と。2回目はなんだっかな、なんかとんでもない間違いをした気がする、とんでもない間違いが1回あったんですよ。全然意味が変わった。5時変わった気、3回目はいつかなあ、うとうとはダメだね、うとうとしたままなぜか確定的に確定的に押しちゃったっていう。寝ぼけてるからそれ押すか、商品いないですうん、そうだね、間違い難しいよね。一回書いちゃう。一
回5月って書いて、あ、とか違う、4月かって、うん、止まる、緊張し悪いもんね。やっほー。そういえば、え、タグ、タグじゃない、なんだっけ、ハッシュタグ忘れてた。マイクロブタ、悩むね。広島。えい。よし。めっちゃブーブー言ってたよ。マイクロブタ。めっちゃブーブー言ってた。そうそうそう、ちゃんとそうブーブー言ってました。豚だーと思って。で、結構
歌って強い刺激を加えたら逆になんかいいらしいんですよ。だからずっとなんか言ってたんですけど、そう、逆にのこうマッサージみたいな感じで結構強めにマッサージしたらもうブーブー言わなくなってスヤスヤしてて、え、逆にスヤスヤしてる。そう、うん、柔らかい、柔らかいっていうか結構筋肉らしくて、ほぼ筋肉って言ってた。くるくるが、でもお尻の方はねめっちゃね柔らかかったよ。くるくるが言ってた。うん、なんかこれプライベートだよ。クルゴロウジワル。そうそう、強めに、なんて言うの、指圧っていうんかな、指圧みたいな感じでしたらで、すやって散らした。タイムリミットかけちゃってカフェの方が起こしとったんよ、起きなさいみたいな。起きなさいって言ったらブヒーって言いながら帰ってった。あらーって寝起きいいなーみたいな。そう、すやすやしとったっけ、なんかちょっとでも動いたらそう起きそうだから全然動けなくてちょっと筋肉痛になりそうだったんですけど。そうそうそう、全部ひーってすぐどっか行って、そんなに重くないけどね。そうそうそう、あとなんかインスタに載せた画像の1枚目のやつなんですけど、一つのクッションっていうか座椅子みたいなクッションをなんかあの4匹5匹ぐらいでおしくらまんじゅうみたいなのしてて、戦いがあったね。座椅子の戦いがあった。5匹ぐらいみんな集まってて、多分あったかいとかが好きなのかな。やっぱりひっつき合ったらさあったかくなっていいと思うんですけど、それでもやっぱり座椅子だからスペースがあるんですよ。一つ空いたところに違う子がどんどん出入りして。でもなんか長みたいな子もいて、その子もずっと動かない。そう、見ましたよ。ずっと動かなかった。でもちょっとその一つの席を出入りしてるからちょっと動くんですよ、全体的にこう。だからちょっと長がちょっと不機嫌だった。
暴れてるんじゃないよみたいな。そういう観察もしてました。でもすごいなんか増えてるんだよね、マイクロブタを飼育する方は。結構全国的にね、あり。マイクロブタン賢い、あ、賢いって聞きますね。うん、賢いらしい。散歩、散歩どうなんだろう。でもずっとずっと寝てたけどね。なんかずっと寝てたりとか、なんだよ、なんか食べてたのかわかんない。ずっとなんかハムハムしてたけど。なんかハムハムしてた。だから何食べてるの？でも何も食べてなくて、あれ？そう、よく分からん。調べたら分かると思うけど、そう、口ずっとハムハム。なんかずっと音が鳴ってて、んって、何の音みたいな。だから私がそれで指圧マッサージをしたんですよ。指圧マッサージしたらで途絶えて寝た。何を食べとったんか。ほっ。不思議だなぁと思って。指圧されたら、指圧されて眠くなる？あ、眠くなるのかな。ヘッドマッサージ的な。整体ね。整体ってなんか結構痛いけど、なんか寝るときある。おもろい。
ね、好きなんだねそういうのが。うまかったんかな。整体？うん、なんか寝たことある。そうなんや。確かによくお母やんマッサージしてたわ。肩が痛いって言ったらやってた。え、全然剣なしで剣なし、肩たたたき剣なし。でもずっとこうやって指圧をしとったらだんだんもう親指の感覚がなくなってくる。親指がもう全体的に赤くなってきて、もう感覚がわからなくなってくるけ、最終的にはもうこの拳で拳で圧とか、なんか謎にこのバージョン挟んだりして謎にこれバージョンこれバージョン挟んだりして。もう力が出ないって言ったらありがとうって言われて終わる。でもお父やんの方はもうなんだろう、動かんすぎてやりがいがないお父やんの方はもうなんか どれだけ圧をかけても何も変わらんのよ。何かしましたかみたいな感じの肩してるからやりがいなしこれ意味あるんかと思いながら、そうなんやそうだね、なんかそれ専用のなんか剣玉みたいな形のやつをグリグリするしかない。気持ちは嬉しいよね。めっちゃ仲なるわ。マッサージ機か。マッサージ機ね。マッサージ機持ってる方いますか？やっぱり良いですか？時
時々あるよね、なんか温泉旅館とかに。使わなくなる。マッサージチェア。へえ。電気屋さんにあ、確かに電気屋さんに行ったらある。服置き場になるん。ねえ、ああそうなんだ。確かに私なんか小さい頃なぜかマッサージチェア気になって座ったことあるんですけど、なんか途中なんかこうグイーンみたいな、グイーンみたいになってこんな感じかって思ってたら急になんかドドドドドドみたいな、めっちゃ殴られるみたいな、なんかないですか？急に。痛いってなって、いや痛いって急に、えみたいな、そう。もういいやってなって、そうそうそう、ちょっと背骨をやられてしまうぐらいの。そうそうそう、急に乱暴やんみたいな。小さい頃やったけんかな。そうなんよね。グイングイン系やったらまだいいよね。ドドドド系はちょっとなんかこうなりそう。グイングイン系はいい。マッサージ、いやマッサージはね全然ないな。整体、整骨院、なんだろう、はあるけど、骨盤矯正はあるけどね。あ、全然ボキボキ系じゃない。もうなんかあれよね、骨をこう動かすのじゃないけど、なんかやっぱりやっぱその専門の方が見たらちょっとずれてる言われて、今の感じ、鏡一緒に見て今だとこんな感じですって言われて、で終わった後に見たら、あちょっとやっぱり変わりましたねって、バランスがって言われて、でも私あんまり分からんのよね。でもその専門の方が変わってる、ちょっと変わった、治ったって言ってるならそうなのかみたいな。なるほどって、でもそろそろ行きたいな。全然行ってない。ウォーターマッサージ、なんでそれ、水、あそうだよね、定期的に行かんとよね。なんか確かにでも体は楽だったような気もする。楽だった気がするし、なんか多分メンタル面でもちょっと良い気がする。
すごいなんか効果を高めるためにこうなんか巻かれるんよ体を。そう、何かで巻かれて、なんだったか、ちょっと前すぎて覚えてないけど、なんやろうな、なんかサブ専用のマットみたいなやつで、そう巻かれて、でもちょっとあんまり覚えてない。ごめん、全然記憶ない。そうなんや。まだなんか回数はラス1残ってってると思うから、そろそろ行こうかなって思ってる。回数的に、期限、あー、わかんない。期限どうなんでしょうか。多分1年ぐらいは経って気がする。ギリ経ってないかな。で、最近ねびっくりしたことがあるんよ。もうすぐゴールデンウィークだねって、もうすぐゴールデンウィークなんですよ。びっくりして、だって今年になってもうすぐでゴールデンウィークになってで半年経つんですよ。早くない？ゴールデンウィークのは忙しい。私去年めちゃくちゃ詰めゴールデンウィークだったんですよ。詰めのゴールデンウィークだったんだけど、なんか今年29は公演あって1日もあるけど、それ以外真っさらなんですよね。これから入るのかな。ゴールデンウィークはね、なんかね、あったかいイメージがあるんですよね。
が春がやってきて、もうすぐ夏が来る。夏の準備しとかな。でも最近ね、夏服買ってるよ。夏服買ってる。紫外線対策ね。サングラス買おうかな。サングラス UV カット。目がねジリジリするんよ。そうだよね。麦わら帽子みたいなね、なんかあったけど。ニネに「これサーヤンに似合う?」って言われたけど買ってない。そう。でもあれはどうなんだろうね。かわいい、かわいい、かわいい寄りの麦わら帽子ってやっぱり。機能面に関しては日差しとかあんまりカットはしなさそうだけど。結構ファッション寄りですね。おこと、タッちーさん、ナナウさん、マイセンタン、フジポンさん、ナオさん、スイヤンさん、ミツルンさん、台湾のコウさん、ヒロトさん、キチネさん、マサさん、ロックオンさん、オーサムさん、おたてさま、阿部ひろしさん、二学期は学級委員さん、メガバイトちゃん、コロスケさん、ナルカリさん、ミッドナイトシュガーさん、ひあきらさん、めいきゅうさん、すす、う、ね、うん、そんわちらさん、たけしさん、ねこっぽいアイラインさん、さとけんさん、まっぴさん、おうかさん、まーたろうさん、よしきさん、いぬちゃん、りおんさん、こうちゃん、フレミングさん、ありがとう。ふむ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 。4月はなあ、すごいなあ、うん、一気に畳みかけですね。覚えることがいっぱいあって、でも同時に稼働してることもいっぱいあって、なんかすごいです。サイヤ人、スーパーサイヤ人みたいなことしてる。スーパーサイヤ人ってなんかこう強いものが来るほどこう強くなるじゃないですか。
で、なんかワクワクするぞみたいなこと言うじゃないですか。そうそう、ワクワクするぞっていうか、もうそんな感じですね。難題が来るほどこうやっぱり乗り越えた先にあるものというか、絶対楽しいし、これから始まるからね。自分がどこまでできるかもまだ分かってないし、プラス思考なんかな。ワクワクさつおう、とりあえず今日は配信終わったらアイス食べます。アイス食べてなんか復習して寝ます。一回ご褒美を挟む。アイス、はははは。そうですな。あははは。は、配信しだしたら熱くなる。でも最近寒すぎて、寒くてアイス食べれてなかったんですよ。やっと食べれるわ。こたつつけてるわ。さっき寒かったから。やっぱバキアンにはこたつですね。なんか足を温めることによってちょっと疲労回復。感覚あるよね。さっきでもね、お風呂入ったけど、ちゃんとぬるま湯にしましたよ。熱々すぎないお湯で。夏も来ますからね。バイバーイ。よ、よかった。いや、そうなんよ。